さあ、それでは、第2部の方は、皆さんのゲストコーナーになっておりますので、今日はね、小平くんが風邪ひいて、ダウンしてますんで8人で、一番最後のね、カントリーロードが、なくなりましたので、ジョアンナから行ってみたいと思います。山本さんです。ジョアンナは、スコット・ウォーカーが歌いました。ウォーカー・ブラザーズのね、スコット・ウォーカーのソロアルバムかなんかですね。それはこの中に入っており、ね、1968年ぐらいの作品だと思います。聴いてください。ジョアンナ、拍手。それでは、中村さんが歌います、天使のハンマー、これは PPM とか、歌ってまして、一番多分トリン・ロペスの方がオリジナルだよね。そうだよね、自分でこう、歌ってるんですが、これ新曲なんですけど、長野ちゃんのやってる同じことばっかり繰り返してるんですよ。だからどこをやっているのか途中から絶対できない、必ず元に戻るという失敗したね。だいぶね、本当にこれ歌えるのかしらっていう最初思ってましたけども、
お便りになりましたんで聞いてください。天使のハンマー、拍手。最近これがないとダメ。これやんなきゃね。これやりたくて。これは、ほくろ忘れましたけどね。長野ちゃんが歌ってくれました。懐かしい曲です。天使のハンマーですね。さあ、それでは、今度は、ドリス・ヒシタさんが歌います。ドリス・デイの、大変いい曲です。If I give my heart to you って言います。拍手。If I give my heart to you, will you handle it with care? Will you always treat me tenderly?As you are with me tonight.
ambition. Freedom answer till you do. Will you promise all the things to me? Then I give my heart to you. さあ、それではですね、今度は原さんが歌ってくれます。原さんも、1回来まして、ね、68歳、なりましたか。僕と同い年ですからね、動画アクメンです。さあ、それでは、シー・エルヴィス・コステロのね、曲ですね。これ、アズナブルからですね。 アズナブルですよね、多分ね。そうですね。アズナブル。感想をちょこっと入って、ストリングスでね。僕が弾いてますから。さあ、それでは拍手、シー。 Trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe 100 different things within the measure of the will. Maybe the beauty of the beast, maybe the talent or the feast, may turn each day to a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in the street. She may not be what she may see inside. Like a beast, so proud and so proud. What a love to
to me from shadows of the past that I remember till the day I died. She may be the reason I survive, the way I'm careful, I'm alive, the way I'm careful through the night in many years. Me, I take the laughter and the tears and make them all my souvenirs. For precious goals I got to be the meaning of my life with she. さもそも難しいというのはね、石田さんも歌ってましたけどね。さあ、それでは今度はですね、ミュージカルの世界に入っていきたいと思います。これジュリー・アンドリュースだね、サウンド・ミュージック、久保さんの大好きなミュージカルからお届けしたいと思います。拍手。久保さんが歌ってくれました。よかったね。さあ今度は、石田さんが歌います。時の過ぎゆくままに。ジュリーじゃないですよね。そうだよね、日本語に訳すと As time goes by。
そうですね、そんな感じです。これ誰の歌ですか。映画は何だったっけ。カサブランカ見たことあります。カサブランカ一回見てる映画のカサ、え、見た。名画中の名画で、ぜひ、あの、皆さん、ハンフリー・ボーガード、めちゃくちゃいいところね、ぜひ見てください。As time goes by、時の過ぎるの略し。さあそれでは今度は、ママが歌います、ローズガーデン。これなんてリンなんとかっていう人だね。リン・アンダーソンっていう、おなじみの人です、皆さんもね歌ったことあるかもわかんないですね。若い頃ね。これ1960年代ぐらいですね。そうですね。
70年代ぐらいな、リン・アンダーソンからローズガーデン拍手。なおちゃん踊ってください。先生やってますからね、カウチェイダンスの、ぜひ習ってみてください。はい、すぐに、素人でもできる？できます。できるようになる？本当？あ、本当？はい、やってる？習ってます。あれ、すごく種類あるんでしょ？ね、そうだよね。みんな、揃えてやるってかっこいいよね。そう。そうそうそう。さあ、それではですね、最後語って、Way to a big 米村先生がね、歌ってくれます。おなじみの、ね、曲です。アンディ・ウィリアムスの、とても高い曲です。拍手。
この後はヘンリーさんがね、ちょっと準備いたしますので、また3、4分休憩タイムです。